静岡に行くんでしょ。そうそう、静岡は営業、2日間連チャンの営業です、はい、なかなかないですけどね、そういうのね、うん、泊まりでみんなね、楽しい人ばっかり、うん、そうです。寛平さん、寛平さん、ね、内場さん、内場さん、わあ、うん、石田康さん、さん、うん、ジミーさん、ジミーさん、うわ、うん、うわ、面白い、面白い。この前も、まあ、もう泊まりだったよ、仙台で、うわ、ジミーさんのおもろかった、ジミーさん、ジミーさんめっちゃ食うねん、マジで。ほんま食ったらまたよ、もう腹パンパンのラーメン行こう、ラーメン行こう、食べるの、そう、おかしいで、あの人で一人でもう腹パンパンですわ言うてんのに、いや行こうよ行こうよ言うて、で行こうよって誘って、で石田さんも誘って、お会計は石田さんに頼むってジミーさんの先輩やもんね。そうでも、いや石田君頼むわー言うて、頼むわーってほんで、ね、仕事ルールおかしいな、帰りがけ、いやジミーさんお金全然使ってませんよとかって言うたらとかって言うててんけども、あー言うて、みんなでコンビニでアイスクリーム買おうっつって、ブンタさん、シベリアブンタさんがおごってくれるらしいよって、ありがとうございますって言ったら10人ぐらいおったから、でみんなバーって言うて、いやジミーさん全然金出しませんよでパパーって言ったら、結構みんなハーゲンダッツとかじゃなくて、はい、ほんま80円で100円ぐらいのやつをバーって選んだから、俺出しとくわとかって言ってほんま1000円ぐらいで済ませてはったわ。